皆さん、こんばんは。おはようございます。こんにちは。スカソク、スカンク、ピー小暮、ピー小暮、100歳、59歳、沖渡り、ボリューム、ない始まりました。もうね、今日は今日はじゃねえや、今はね、7月3日の夜9時3分ぐらいですかね、9時3 コロナじゃないよ、9時3分ぐらいだね、今日はね、めぐみんがね、猫にかぶってやられてね、できなかったんで、俺がバッキングやりましたけどね、先月ね。今回は、めぐみんが弾き当たりで
出ます、ご安心ください。ご安心のもう一つはですね、前々からあのカブトムシとクワガタを置いたらいいんじゃないかとか、いろいろエクステンション、私エクステンションやっちゃってじゃないエクステンションっていうのね、これを、やって、乳首が出ないようにしましたが、今回ご安心ください、このように、乳首に、ちゃんとこのように乳首にちゃんとね、あのフライングタイガーで、買ってきたあの絆創膏をですね、貼りましたんでね、エクステンションが何か不良の事故があっても乳首が出て、全曲オリジナルか、あるいはカバーでもジャスラックにちゃんと登録をした上でやってる置き語りが、ゲストのめぐみんはサリタで、スカンクピー小暮の乳首が出て放送禁止になったら大変ですから、ね、めぐみんに申し訳ない、ね、なので、ちゃんと万全なエクステンション、さらに絆創膏と、ね、素晴らしい自画自賛ということで、今回はですね、趣旨としてですね、目指すは漫談ではなくてですね、どこか行っちゃったな、そう、昭和時代のテレビで昔よくやってた 歌番組風の、ね、感じを醸し出す、そういうような置き語りをやります。一ベルですね、素晴らしい、よくね演劇でやってますね。それではこれからなんとめぐみんの登場でございます。ニベルでございます。お楽しみに。はい、それでは、今日の、スカンクピー小暮置き語り、ボリュームない第2部めぐみんでーす。はい、パチ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 、すごいですね、めぐみんがね、もうね、手の傷治りましたからね。治りました。見せてください。さっきちょっとリハーサルの時見てたら、めちゃめちゃ跡があって、跡はあるんですけど、跡は大丈夫それ。もう曲がるし、全然痛くない。何指曲がるし。指は曲がるでしょ、誰だって。いや、問題ギター弾けるかどうかですよ。ギターも弾けます。弾けますか。ああ、よかった。はい、皆さん、はい、拍手してください。お祝いとかね、祝とか祝電とか打ってくださいね。はい、ありがとうございます、はい、そういうことで、今日は、ね、いつもとはちょっと違いましてですね、何めぐみんが出てるから、なんかスカンクがなんか嬉しそうだとか言ってる。嬉しいですよ、それは嬉しいに決まってるじゃないですか。俺が出てるだけよりは嬉しいに決まってるじゃないですか。なんたって治ってさらに出てくれたっていうのは嬉しいじゃないですか。このあとね、このあとインタビューあれどっちだっけ、収録だからね、分かんなかったからね。収録で、そう、収録の後にそう歌うのは、そう、大丈夫です。収録の後に歌うんで大丈夫ですよ。それでとにかくですね、今回の、ライブというか弾き語りライブに関しては、目指すはですね、ライブというよりはもう番組品質、昭和の時代にあったいわゆるその歌番組のそういうのを目指してます。なので私がパーソナリティ、ね、でめぐみんがゲスト、
そういう感じで、まあ、ちょうど土俵もね、たまたま新曲もありますし、傷も治ったし、そういうこともありましたんで、そういうふうにさせていただいております。で、今日はですね、私もあの実は酒取ってもらいますか、ね、すいませんね、酒ね、プラスチックなんですね。いや、ガラスだと思った。ガラスだと思いました。あのプラスチックもあるんですよ。プラスチックもあるんですね。あのステージの上ではガラスはダメなんです。あのもし落として今めぐみんが俺に渡す時に落として割ったら、みんな血だらけになって、あーって、2人で血だらけで、あーって、いや、ならないですけど、なるでしょ、ならないけどね。だそういうことで、あの、ステージドリンクはキャップがついたものと、ボトルはプラスチックっていう。なるほど、うん、めっちゃいいですね、うん、こう見えて、あの、ハイボール10杯ぐらい飲みますから、楽勝で。10杯ぐらい飲みますよね。でもそれぐらい飲みたいですね。いや飲みたいじゃないですよ、飲んでるでしょ。飲んでますよ。それで、今日の、最初のートークライブ、うん、今あのトークライブの時間ですからね、トークライブの時間、ぶっつけ本番の弾き語りの恐怖と醍醐味ということで、最初の数分は、うん、そういうことをやらせていただきたいと思いますが、うん、最初はあの話しやすいように俺が最初から言いますけど、弾き語りっていうのはですね、基本的にはぶっつけ本番なわけですよ。何でもそうです、ね、あの大体あのライブの時もそうですけど、あのリハーサルはそれは音出しであって、まあ、まあ今回の場合は、まあ、てかスカンクの弾き語りは全部あのアンプラグドで、あの全部マイクは使わないしピックアンプも使いませんけど、通常はピックアップを使ったりして音出しの確認をして、電池が切れてないかとか、マイクの音のボリュームはどうかとか、そういうのをやりますよね。で、本番となった時に限って電池が切れてたりとか、そういうアクシデントもあるわけで、ね、ありますよね。どうですか、そういう経験的に。めぐみもたくさんのステージをやってますけど、そうですね、私もやっぱりシールドが急に壊れてしまって音が出なくなったり、あれは何だったんですかね。あれは多分シールドなのかな。シールドなんかなって言われてもシールドなんですね。それじゃね、シールドです、うん、皆さんシールドってわかりますかね。あのピックアップに、ピックアップじゃない、ギターにこう刺すやつですね。あれね、結構ね、ダメになるとダメになるんですよ。なるんですね。もう突如としてダメになりますから、うん、そういう時は潔く新品に変えるしかないですね。そうですね。その後どうなったんですか。その後は新しいのに変えて、したらもう音出るようになった。ほら見ろ、パチ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 。皆さんシールドに、あのシールドで困っている時は新品に変えるといいです。55万ぐらいしたりしませんから、もう3000円ぐらいで買えますからね。それでそういうですね。他には何かありますか。他にはライブで、ライブでっていう、なんかライブハウス側では音出てたんですけど、配信で音が出なくなったっていうのがありますね。それはちょっと謎だったんですけど、だから口パクなわけでしょ、配信は。そう配信だと口パクなってて、そうなんかいろいろ電池変えたりシールドを刺したりしたけど、つらいですね。そうなんですよ。その時はどうしたっけな。電池変えて、全部変えて貸してもらって全部、やりました、その時は。まあ、そういうふうにですね、あのめぐみは本当にね、いろんな修羅場をこう見えてね、皆さん18歳だと思うでしょ。酒飲めますからね、いくつとは言いませんけどね、白輪を乗りくぐってますからね。まあ、スカンクピー小暮と同様、いや、それ以上に白輪を乗りくぐってますからね。すごいですね。ここでですね、あのめぐみに、あの前もってですね、連絡してなかった
ことがありましてですね、突撃インタビューがありまして、実はギターを買うときに、あるいはギターを興味があるな、このギター興味があるなっていうときに、ギター屋さんでどうアプローチをするか、そう、あの要するに弾かせてくださいっていうのはあり、弾かせて、あ、すいませんこのギター弾かせてくださいって言ってチューニングを店員さんがしたとします。それでお渡しした後にめぐみんが何をするかっていうのをこれからやってもらいます。何をするか、はい、あのこのギター、このギター弾かせてくださいって言ってください。そのギター弾かせてください。はい、お客さんどうぞ、今チューニングしますからねって、こうチューニングベンベンベンね、チューニングしたとしますね、うん、はい、じゃあお客さんどうぞ、はい、あのピック使っていいですよ、ピックはこれでいいですか、どうぞ。さあ、その時に、もうほとんど E テレみたいな感じですね、今ね。E テレ、あの、E テレっていうのは、あの、いや、E テレ知らないの？ E テレビ？いや、違う。テレビ？NHK の3チャンネルのことを E テレっていうの。知らない。いいわ、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 みんな忘れて、忘れてください。E テレ忘れて、はい。で、それで、はい、さあ、それで、はい、ここ渡されました、はい、ギターを、はい、店員さんから、はい、さあ、次どうするか、はい、どうするか、はい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 、質問、これは何をやってるんですか。これは、なんか自分の曲だったり、あの音の具合をね、はい、はい、わかりました、はい、わかりました、はい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 、いいです、はい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 、わかりました、はい、で今はあのめぐみんの、E テレ的に言うと、楽器屋さんから興味のあるギターをあれ弾かせてください、チューニングができました、じゃあどうぞって言った時にダン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 って、バイオちゃん歌っちゃうね、そういう歌っちゃうっていうところは俺も同じなんですけど、じゃあスカンの場合を見てください。今のように、ああこのギターはちょっと見せて、ああ分かりました、チューニングしますね、あチューニングしました、どうぞ言われたらまずにおいを嗅ぎます。匂い、はい、まずね、匂いを嗅ぐんですよ。ここはね、あの違う、うん、マニアと、あの、いや別にあのめぐみんがマニアじゃないって言ってるんじゃないですよ。めぐみんもぜひね、まずね、あの、まあ、そんな、ま、毎日買わないですよ、毎週買わないですよ、毎月買いません、毎年は買うかもしれないけど、まずね、匂いを嗅いでください。そうすると、あこの女子はただもんじゃねえなっていうふうに思われますから。ちなみに我々は、我々と俺たちはこうやってまず匂いを嗅ぎます。そう、匂いを嗅ぎます。さあ、ここで問題ですね、ここで問題ですね、実は、めぐみんが最初に、お父さんから買ってもらったヤマハの FG、 すごい高いやつ、オール単板ですよ皆さん、オール単板ね、10万以上するオール単板のヤマハの FG をお父さんから買ってもらったね。めぐみ、私お父さんギターやりたいんです、弾き語りやりたいんです、そうか、じゃあお前買ってやろう。これはね、実はすごい重要な話があるね。なんとね、ヨーロッパでは、楽器が弾きたい場合のキッズに対して、お父さんお母さんはすっげえ高いギターをとかバイオリンを買うんだ。なぜかというと、1万2万のギターを買って、それで本人がうまくいかなかった場合にギターが悪いって場合がある。でも10万とか15万のギターを買えば、本人がうまい場合は本当にいい音が鳴るからもっと伸びるんだ。この辺の考え方がやっぱりエコノミックアニマルの日本とヨーロッパのこうね、伝統の違いですね。そうですね。
だからね、あのめぐみんのお父さんはヨーロッパの人ですね。ところがですね、めぐみんがちょっと違ってましたね。なんとそのローズウッド、タンパオールタンパンのローズウッドの山の FG を匂い嗅いだら変な匂いって言ってね。でスカンクさん、私ちょっと相談があるんですっつって、16歳の白衣の頃ね、そうですよね、ちょっと中野のね公園でね、ちょっと相談があるんですって言われて、何って言ったら、私のギター変な匂いがするんですって言われて、何よそれって言ったら、ほらちょっとスカンクさん嗅いでみてくださいって言って、いやいいローズウッドの匂いじゃん、これ高いやつだよ、オールタンパンだよって言ったら、え、これ変な匂いがするんで私香水ぶっかけちゃいましたっていう。あれはね、私は驚きましたね、本当にね。どうしたんですかあれは一体。ちょっと考えられないですけど、私にとっては。え、なんか私的に、もっと大きい声で言ってください。私的に、え、あんまりなんか好きな匂いじゃなくて、木の匂いが、なんか変な匂いするなと思って、芳香剤なんか入れたりしてたんですよ。芳香剤入れた、さらに香水もかけた、タンスリボンボンみたいな、ああいうのをホルンクに入れちゃってました。皆さん、ぜひね、あのクソ高いオールタンパンのギターにタンスにゴンを入れる人がこういるわけですよ、ね、もうちょっとね、もうぶっ飛びですけどね。さあ、今日の、曲、これから尊い命と、あとグラスランプオブアイス、新曲ですね、はい、これをやっていただくんですが、尊い命、どういう曲でございますか。尊い命は、そうですね、作ったのは結構前なんですけど、ある日人身事故を目撃しまして。目撃、はい、なんかもうブルーシートがかかった後だったんですけど、その時に人々は写真を撮ったり、なんか迷惑かけて死ぬなよみたいな、そんな言葉を言っていて、その、ね、飛び込んだ人の気持ちを考えてほしいなと思って作った曲です。了解です。はい、これはあのこの後弾きますんで聴いていただいたと思います。新曲のグラスオブグラスランプオブアイス、はい、こちらの方は、はい、こちらも実は新曲じゃないんですけど、最近、え、新曲、え、新曲じゃないの。新曲ではないです。俺新曲って書いちゃったよ。まあいいや、なんかカラーンとかつっていい音がして、ね、なんかシュワーとかつって、ドド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 、なんか飲む音まで入ってました、ね、そう、飲んでます。ゴクンって、あれメグミンのゴクンなんですね。これ聞いてください。メグミンのあの喉仏の音がしますからね。あ、そうなんですか。っていう、あの、あーもありますよ。今日はしませんよ。今日はダーッって言いませんからね。YouTube の方ですね。はい、音源に入ってます。あ、そうなんですか。はい、これあのでっかい氷、そう、あのグラスランプオブアイスとは大きいロックグラスに入っている丸い氷のこと、はいはいはい、大きい氷のことをグラスランプオブアイス。今回ずいぶんあのなんかこう演歌っぽいような、あるいはバラードっぽいような感じですけどね、歌謡曲の感じですね、もう俺もあの聞いててあの昭和歌謡だなっていう感じがあって、なんかあのスナック明美とかでかかってそうな感じで、そこで俺が歌ってるみたいな感じでありましたけどね、はい、そういう感じですね。そんな、あ、楽しみですね。じゃあこの後、尊い命、そして、グラスランプオブアイス、新曲じゃなかったらしいですけど、この後めぐみに、オンステージでやっていただきます。今日はどうもめぐみありがとうございます、はい、よろしくお願いします。パチ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 。
込まれてた。そこまで覚えちゃいるが、あとは夢中だった。時間あんの？クラチ。ちょっとある。ある。すごいねこれ。今日はすごいねこれ。サプライズだねこれね。
ちゃうやつ、じゃあちょっと行っちゃうかな。アンコール、アンコールってさ、ライブ配信じゃない、ライブ配信にないよね。行くぞ、ライブ配信アンコール、身も心も。どうも、豚です。アーティスト支援金付きステッカーの買い方を説明するブー、アイウーの方のオンラインショップからこちらをクリック、そしてこちらをクリック、目当てのアーティストさんを選んで完了。どうぞよろしくお願いします。豚でした。